片付けおかり YouTube もいこチャンネルです。今日はですね、シリーズではなくて、モエノスアイレスの下準備ですね。前日ぐらいからぬか漬けに至っては古漬けが皆さんお好みのようなので、もう1週間とか前からとかね、やったりしています。今日はノー編集でこんな模様をお届けするショート以外の部分での動画になります。詳しいレシピなんかはね、放送を見ていただきたいんですが、動画なので一応お伝えしちゃいましょう。塩小さじ2、砂糖大さじ1、お酢大さじ2、昆布大さじ1と半ぐらいです。そして鷹の爪3分の2本、1本の3分の2です。そして揉み込みます。少しだけ旨味調味料を入れています。あとなんと隠し味に柚子唐辛子、柚子胡椒じゃないんです。こちらを今回入れてみました。こちらが柚子唐辛子です。山梨県の上野原さんだそうです。大根はニンニク醤油漬けにしようと思ってます。濃いので少量で、卵をね、冷水で冷やしているところです。これね、剥くとき卵同士をぶつけてひびを割れさせて、水を流しながらお水のお鍋の中で剥いていくみたいな感じです。大量に剥くときはご参考までに。で、別で豚バラ大根をね、煮るので、また大根切ってますよというところです。溶き飛ばし、こっちはお塩しました。で、こっちは鍋、フライパンのようなお鍋に入れていく感じです。さらに溶き飛ばし、そうだ、600ワットで5、6分チンしてしまうと時短になって、より味しみになりますよ。人参も今回は入れちゃいます。はい、さらに人参を切っていきます。あと2本あってね、いつもモエノスで味噌漬けとか人参のぬか漬けとかお漬物を結構出すんですけれども、冬お買い得ですしね。なんだけど、なんかね、あんまりみんな人参好きじゃないみたいで、なので今回はガリバタ人参という、もう嫌でも食べたくなるような味付けで人参を仕込む、作り置き、漬物とちょっと違うんですけれども、作り置きができるようなお惣菜を準備していきたいと思います。はい、大根と人参をレンジしてる間に入れちゃいました。はい、今日は国産もち豚をですね、なんと 300g も入れてしまいました。明日売り切れなかったらどうしようね。で、片手間でこんな感じ でサラダとかラーメンを食べながらやろうかなと思ってます。これ手のひらサイズです。でごま油大さじ2入れて炒めちゃう感じです。鶏大根とか手羽大根なんかも薬味をちょっとねつけてあげると美味しいんです。なのでお肉をなるべくね焼き目してるようなイメージで、なおかつごま油を回す
お野菜にコーティングさせてあげるみたいなイメージです。ちなみにうちは常温です。はい、お醤油大さじ2入れます。今回和田館さん、和田館の丸大豆醤油を買ってきました。あとですね、私のおすすめの丸友さんの丸友のだし醤油です。ピントがゆるっと、ご覧ください。お醤油大さじ2。これ基本がリュウジのバズレシピさんなんで、またね、オイスターソースなんですけども、リュウジさん大さじ2入れてましたが、ちょっとだし醤油に変えてるので大さじ1にしておきます。お砂糖を大さじ1半、お酒を大さじ2で、リュウジさん入れてないんですが、私はみりんを小さじ1入れます。出ました、味の素4振りだそうです。ピンクもあるし赤もあります。赤には実はハイミーが入ってたりします。4振り、蓋をして煮込むんですが、この間にラーメンを食べたり、卵の殻を剥いて今回は一緒に入れて煮てしまいます。では溶き飛ばし、あーかわいいですね。はい、おやすみなさい。はい、今度は大根のにんにく醤油漬けですね。さっき短冊切りにした大根用意してます。これ火にかけちゃいます。お醤油大さじ、30cc という言い方をしていきますね、そしてみりんが 30cc、 お酢が10以下ですね、 8cc ぐらい、 5cc だとちょっと少ないぐらいです。にんにく2片、鷹の爪少々、お砂糖大さじ1弱です。でこれを沸騰させたものを保存袋、ジップロックなどに入れた大根に熱いうち入れて染み込ませて1日2日漬けるという要領です。みりんもお酒分を飛ばす感じで大丈夫、にんにくに火は通さなくて大丈夫です。よく揉んで平らにして空気を抜いて、ジップロックバッグの上の方をね、折りたたんでさらに空気抜いて、重しなどをすると早く浸かります。お酒が進むよ。はい、続いてガリバタ人参の前に病みつきパリポリキュウリですね、こちらはですね、さっきガリバタの時ニンニクはもう一片切ってあります。芽を抜いて芯を取ってね、はい、あります。人参さん休ませてます。で、やみつきパリパリキュウリは大変ですが、動画をすでに上げております。レシピとともにね、そちらをご覧ください。スーパーマーケットで買ったキュウリはなんかまっすぐ、八百屋さんのキュウリはいい感じに曲がってます。ではこちらは省略溶き飛ばし。はい、この箱の上に、箱の中に入れて、皮にお虫さんたちを乗せて30分ほど置いているところです。このキュウリを置いているときにガリバタ人参を作るというわけです。充電が切れました。
ターを 2,30g 入れて、ニンニクのすりおろしを小さじ1と半と2等分ぐらいで、コンソメ小さじ2ぐらいで、ニンニクがちょっと大きかったので、水 200cc ぐらい入れて煮詰めるみたいな感じです。最後に水分飛ばして塩コショウで仕上げてください。色味でパセリかけてももうちょっと煮ます。7-8分。かっちゃんねるさんのレシピです。はい、今回も生姜はチューブ生姜です。5本分なので醤油 200cc、お酢 40cc ぐらいですかね。お砂糖が 60g、 生姜 1cm 弱入れてお酒入れます。ここにきゅうりを入れます。きゅうり煮すぎないようにしてくださいね。めっちゃ沸騰してる音はこっちです。いただいて、うん、なんかね、水分飛ばしているところです。はい、きゅうりを1回目冷ましているところです。やみつきパリパリきゅうりのレシピの動画の方で生姜を入れる工程とか言ってないところがあったり、材料一覧にはお砂糖が載ってなかったり、なんか今になってすごいごめんなさい、後悔してます、失敗してます、すみませんでした。まだまだ煮詰めてきます。もういいんじゃないのってぐらいですね。冷ましたら出来上がり。明日食べ頃ですね。ではでは。